動く赤岩に3号艇の深谷も一瞬は少し抵抗をしながら、うちの艇を少しでも深くしようという、そんな作戦隊行動から始まっています。これまで2つの準優勝戦はやや波乱の流れ、果たしてこのカードはどうか。不思議な流れ展開も味方につけながら仕上げても来ていますが、信頼度ピカイチ、シリーズリーダーとなっていますが、1号艇の池田浩二、横には2号艇出足型コース蒸気で混戦をさばいて抜けてくる姿がありました横澤浩二、ガマゴーリ実績ならばこの人闘魂注入で登場ですが、4号艇の赤岩義雄、ややプレッシャーを与えながら3号艇の深谷は高一を選んでの4コース戦でしょうか。昨日からベラをモデルチェンジ、足もつけてまいりました3号艇の深谷、本番は引きます。深谷が4稼働、三重支部希望の光、こちらもターン系統はなかなかの仕上がりっぷりになってきているが、岡雄心サイアウト、ベテラン力を生かしながら混戦をスルッと抜けてくるか、6号艇ベテランの大場聡です。うちの3社の池田、横澤、赤井は100前後となります。1番、2番、4番ダッシュ、3番、5番、6番です。3つ目の準優勝戦第11レース、スタートしました。4型3号艇に勢いある3号艇の深谷でありますが、スロー3艇抵抗十分、1号艇ダッシュが効いた池田浩二、またコーナー先手、4号艇中岩義雄がついて回ってまくり出し、インジェンジくるっと運んだ、2号艇の脇は3号艇の深谷バックへ入った、インド道主導権、1号艇寄せつけず池田浩二、2番手の水は深谷か横沢か赤岩か、3艇大激戦状態に並んだ三つもえ、スターター前提正常であります。3号艇深谷がコーナー先に回って、4号艇は変化を加えてさせてくる展開、3号艇ターンが流れた懐、2番5番あたり、横澤さらには岡雄心でありますが、センター4号艇の赤岩が一歩前へつけています。2番手争いの激戦から4号艇の赤岩優勝が浮上であります。ここから5号艇の岡雄心、前を前を追って外から2号艇の横澤感激狙って3号艇 V グは3号艇切り込む深谷でありますが、これは3番手までという状況か。その前方には4号艇の赤岩義雄、1番4番3番が上位を現在形成であります。深谷と横澤まだ絡んだ状態で5番手から逆襲、5号艇の岡雄心、深谷がしっかりとこの勢いを感じながら手前でボートを向けた切り込む旋回、ここで混戦さばいて抜けたが3号艇の深谷とも広でありますが、その前方2番手4号艇の赤井は先頭引導同士導権で1号艇独走体制、ポールポジション見えるが1号艇の池田浩二であります。4号艇の赤井は吉尾が冷静、区域戦をさばきました。3号艇の深谷が3番手という3つ目の準優勝戦であります。今最終コーナー旋回し、最後の直線にボートが返されてくる池田浩二に赤岩義雄、3番手3号艇の深谷智博、今最終コーナー旋回し、最後の直線にボートが返されました。第11レース、先頭1番の池田浩二ゴールイン、2着で4番の赤岩義雄、3着3番の深谷智博、5番の岡、2番の横澤、6番の大場ゴールイン。